姉妹先科は、鈴木目鈴木屋木にと属する魚類の分類群の一つ。姉妹先こと引きなど、沿岸付近で暮らす種を中心に16属52種が含まれる。姉妹先科の魚類は、インド洋から西部太平洋にかけて分布する。河口など沿岸近くの旋回で生活する種類が多く、寄水器から淡水に進出することもしばしばある。 純粋な淡水魚も少なからず、含まれ、その多くは、オーストラリアニューギニア島から知られている。日本では、沖縄諸島をはじめとする南日本の沿岸、淡水域から4属7種が報告され、うち3種は、モ表島の河川に、ほぼ原曲して分布する。本海魚類は浮袋に、独特な発音筋を備え、漁獲された時に大きな音を出す種類が多い。 植生は様々で、他の魚類や無脊椎動物を捕食するもののほか、藻類を接触する種類もいる。やや左右に平たく側平たした、楕円型から卵型の体型を持つ。体長10から40センチメートルほどの種類が多く、最大種では全長80センチメートルにまで成長する。体色はアンハ灰色や褐色を基調とし、黒色の縦縞を持つ種が多い。 鱗は串しうで、側線鱗は45から80枚。前後に分割されたダンベル状の浮袋を持ち、鈴木や木の中で際立った特徴となっている。浮袋と頭蓋骨を接続する一体の筋肉が存在し、他の鈴木や木魚類に見られる発音筋とは、位置が異なっている。背びれは一つで切れ込みを持ち、11から14本の、 棘状と8から14本の難状で構成される。背びれの棘状部分は臨場の鞘で構成された溝に折りたたむことが可能となっている。尻びれは3棘7から12難状で、腹器は胸びれの規定よりも後方に位置する。尾びれの形状は円形から節型、あるいは関与するものまで様々で、分子びれ状は15本。側線は、 途切れることなく大ひれまで達する。災害骨に2本の棘を持ち、貝の方がより長い。両角には微細な歯が並び、ほとんどの種はボ骨と後外骨の歯を描く。エラ上骨は6本で、椎骨は25から27個。姉妹先科には、ネルソンの体型において16属52種が認められている。本科のスペルには、表記揺れがあり、 テラポニダエ、セラポニデーセラポンティデなどと書かれることもあるが、ネルソン以降は、テラポンチダエと記述されるようになっている。コトヒキテラポンジャーバ。食用魚、干渉魚として広く利用され、フンは丸みを帯びる姉妹先ンカペレッツをキシリンクス。黒い縦縞は、本家魚類の特徴である、ヨスジ姉妹先ペレッツクワドリリニアティス。オスは卵に、 新鮮な水を送るなどの保護を行う横姉妹先、メソプリスツキャンセレータス。日本では、入表島のほか、沖縄島からごく稀に報告があるバイダイアナス族の一種。オーストラリア固有種で、マレー川、ダーリング川水系のみに分布する、淡水魚。ありがとうございます。